それじゃあね、生物選択した方、もしくはね、生物選択で迷ってる方のためにね、ちょっとね、今年のようにね、なかなかオープンキャンパスなかなか行けないような状況で、少しでもね、進路選択の指針になればと思って、ちょっと生物学のね、全体像をここで説明してみたいと思います。ね、まず初めにね、高校生がね、よく目にするようなね、学部学科の、学問をこちらに、私のね、完全なこう主観で書いてみましたね、これ、ね、今からお話すると完全に私の、個人的な感想なので、高校生の皆さんはね、自分でしっかりね、大学のホームページとか、ね、いろんな学問についてはね、自分でしっかり調べてください。そしてね、大人の方、ね、私のやってる学問がないとかね、いやいや、ね、説明が、ね、不足していて、ね、もっともっとこんなことやってるよって方はね、コメント欄にね、書いていただければね、高校生が見て喜ぶと思います。ではちょっと、生物学のね、学問全体像をちょっと見てみますね。もうそもそも生物学ってね、本当にね、単純な疑問から、生物学ってスタートしてて、やっぱり、生き物ってなんだろうね、なんで石ころは生き物じゃないけど、タンポポは生き物なんだろうっていう疑問からスタートして、ね、健康になりたいなとか、健康ってなんだろうとかね、地球にはどんな生き物がいるのかな、ね、みんな一緒に地球で暮らしていくためには、どんなことをすればいいのかなっていうような、本当に単純な、ね、疑問から、こういう生物学っていう学問はスタートしています。ではちょっと、いくつかね、生物学のね、概要も見ていきたいと思います。まずね、いろいろね、生物選択でね、生物選択した方はね、いろんな学部学科があって迷っちゃいますよね。で、繰り返して言いますけど、ちゃんとね、ホームページ見なきゃいけませんね。ホームページ見なきゃいけません。例えばよくね、生命科学って何するところですかってね、質問に、来られる方いますけど、でも生命科学科って言ったって、あっちの大学の生命科学とこっちの大学の生命科学ってやってることが違う場合があるんで、気をつけなきゃいけません。大体ね、僕の印象、これ完全に繰り返したけど、僕の完全な印象は生命科学ってこの辺だけど、またね、説明するけど、この辺だけど、だけどね、例えば、僕の学科はね、この分生物とか生命学の方だけど、でも、僕の学科で、他の研究室で、僕の学科の他の研究室では、カブトムシの争いなんていう、カブトムシ同士の関わり合いなんていう研究をなさっている方もいらっしゃいました。それは、なんていうか、まあ、この上の方につながっていくような形で、ね、この字面だけでね、その大学の、ね、研究内容は、その大学で行われている研究内容は字面だけじゃ分かんないことが多いから、ホームページ見たりとか、パンフレットもらったりとか、あと問い合わせができるんだったら問い合わせしたりとかね、自分で調べることが進路選択はね、何より大事ですからね。ではちょっと見ていきましょう。じゃあこういうふうに見ていこうかな。ね、こういうふうに見ていこうかな。まあ、このね、配置もちょっとどなんだよ。ちょっと微妙なんだけどね。まあでも、まずね、分子生物学、ね、生物学にはどんなね、周辺分野があるのかな。ね、もちろん、この境目はね、はっきりしませんよ。で今は、学問のね、領域がはっきりしてませんから、この境目ははっきりしませんよ。まずね、分子生物学。ね、この分子生物学っていうのはね、この分子っていうのは、DNA とかね、タンパク質とか、あと他にもね、いろんな分子。このすごく小さいね、DNA レベル、タンパク質レベルのお勉強するのが、この分子生物学です。もうね、生物物理学とか、生化学とか、もう物理とかね、化学の内容にね、足を、踏み入れながら、生体分子を学んでいこうっていう学問です。なので、タンパク質1個を研究する研究室と、タンパク質1個レベルで研究を行っている研究室とか、DNA のこの配列を、ね、研究している研究室とかっていうふうに、分子レベルで生物学を見てみましょうっていうのが、この分子生物学です。生命科学系はね、このような、この分子生物学の、ニュアンスが強いです。クリックね、ワトソンとクリック、二重らせん構造を発見した、ワトソンとクリックのクリックなんていうのは、クリックなんて方は、自分を分子生物学者って自分を分子生物学者だってふうに、名乗ってる。ね、そういうふうに分子生物学者だって名乗ってる。なんで分子生物学者って名乗ってるんですかって聞かれたら、どう答えたかっていうと、私は、結晶学者、生物物理学者、生化学者、遺伝学者の、混ざったようなもんですっていちいち説明するのがめんどくさいから分子生物学者ですって名乗ってますって答えたんですって。だからまあそういうことですよね。彼の言う通り、この物理とか化学とか、まあ、そういった内容とね、関わり合いながら、ね、発展していく、ね、一分子レベルで発展していくのがこの分子生物学です。結構厳密性の求められるような学問ですね。でちょっとこっち行ってみようか。これ進化的な話はね、これ、すべての学問貫いてるんで、まぁ、ちょっとね、後で触れますよね。ちょっと置いておきます。農学とか生物工学っていうのは、これ、医学とかね、獣医学もそうだけど、そういった生物の知識をどう役に立てるかっていうような、領域です。これが、どっちかっていうと、
分子生物はね、こう真理を追求する理学っぽいイメージがあるけど、この医学とかね、農学っていうらへんは、まあどちらかっていうと、どう役に立てようか、役に立つようなことをなんとかね、我々人類にとって役に立つようなことをちょっとやりましょうっていうのはニュアンスが強いイメージがあります。農学って聞いてもね、なんていうの、まあでも今の時代はね、農学って聞いたからって、ね、人参を作るのかな、まあ人参作るんだけど、人参を作ったり、かかしを作ったりね、畑でずっとなんか農作物をね、なんていうか、育てる、もちろんばっかりではね、ないんだよ。ね、そういう方はもういないけどね、農学って言っても、これは生物工学、ね、バイオテクノロジーと関連がね、強くて、例えば、より良い食品ね、より良い、お薬、そういったものをね、いかにね、効率的に作るかっていうのに、かなり力を入れてるような研究室もあります。もちろん、畑に出いないわけではないんですよ。畑みたいな重大なね、フィールド、重要なフィールドは、とってもとっても大事にしなきゃいけないし、実際に、研究成果はね、皆さんに広く使っていただいて、多くの人の、ためになる、ね、ような研究が、よりね、望ましい研究なんで、フィールドはね、とってもとっても大事、ね、使っていただく方もね、とってもとっても大事です。だけどね、こう畑を耕すだけではないね、例えばある作物に医学で使えるお薬の成分を作ってもらったりとかね、あとは生物工学、これバイオテクノロジーだよね。例えば、医学や分子生物学で、分子構造とかを求めたインスリンをバイオテクノロジー技術ね、遺伝子組み換え技術を使って人のインスリンを大腸菌に作ってもらったりとかね、そういったね、他の分野とのつながりもありますし、多くのね、多くの人の、ね、役に立つような、多くの人の役に立つような、学問です。もちろん分子生物学が役に立たないって言ってるわけではありませんね。基礎研究があってこその、さまざまな研究があるんで、でもね、まあ、一応農学って言ってるけど、まあ、農学ってね、かなり広いんで、ここにこう文字でポンと書いちゃったけど、まあ、生化学とか生命科学も含んで生物生産ね、いろんなものを作ってもらうとか、ね、生物資源ね、とか、まあ、社会学まで全部含んで農学なんで、まあ、かなり広いですね、農学の範囲は。生化学まで入ってくるんですよ。農学部のね、参考図書とかね、なんていうの、参考教科書とか見ると、やっぱり生化学の本、やっぱ読まなきゃいけないですよね。もちろん、なんだ、食品科学とか、植物生理とか、なんだ、遺伝学、遺伝学みたいな本に合わせて、やっぱりね、生化学分野もしっかり学んで、ね、まあ、ある意味ね、生物工学としてないろんなね、いろんな方を幸せにできるようなね、食品とかお薬とかね、もちろん他にもいっぱいいろんなものを作っていきましょうっていうのは農学なんで、かなり広いです、農学って。でこちらね、医学とか中医学はね、もう役に立つことはあんまりふさわしくないですよね。よりよくね、生きるね、我々がね、よりよく生きるね、たくさんの方に、できるだけたくさんの方によりよく生きていただく、その手助けをする、こんなに尊い、学問はないですよね。医学とか獣医学があります。役に立つっていうのはちょっと不適切ですね。こんな軽すぎますね。もっとね、もちろんここで言うまでもありませんね。医学獣医学かなり本当に尊重、本当に素晴らしいね、我々人類をね、支えるような学問です。でね、さっきちょっと言い忘れたね、理学っていうのはね、どっちかっていうと、真理をね、追求する。あ、このタンパク質ってここで働いてるんだとか、あ、この遺伝子ってこういう働きがあったんだって、新たな発見、真理を追求する。じゃあそれを医学に役立てようぜとか、じゃあそれを、農学とかね、に役立てようぜっていう話に、だんだんね、進んでいく場合もあるっていう話です。理学はね、真理追求の、イメージがちょっと強いですね。それだけじゃもちろんないけどね。例えば、光るクラゲね、なんでクラゲが光るんだろうね、これはちょっと理学かなって思いがちだよね。どういう分子が光るんだろう、分子生物学かなって思いがち。だけど、それを研究したおかげで、全世界のね、医療現場でね、GFP っていうね、素晴らしい、ツールが使えるようになったし、温泉に住んでる細菌がいるね、温泉に住んでる、高熱菌がいるね、すごいね、どんな分子を持ってるから温泉なんていうね、とっても高い温度でも平気で生きていけるんだろうね、
どんなタンパク質を持ってるんだろうっていう研究だけにつながるかと思いきや、ね、この子がいたからね、PCR 法がこんだけ普及したんですよね。この子のね、DNA ポリメラーゼをね、PCR 法に使っているわけですよね。耐熱性のあるね。なんていうふうにね、一見ね、理学かなって思われる研究もね、応用でものすごく多くの人の役に立つようなこともありますから、あんまり一概に理学は役立たない、ね、医学と農学は役に立つっていうふうに分けちゃい、本当はいけません。で、真ん中にドカーンと書いたけど、ね、生物学と生物科学ってね、まあ、イコールでいいです。ね、本当は、生物学ってね、本当の昔は、ただノートにまとめるだけ、見て調べたものをとにかくまとめていくっていうのが生物学だった時代もものすごく狭い意味ではあった。だけど今は、そんなふうな記載生物学っていうのは、いろんなものを記載していく生物学だけじゃなくて、こういったふうな応用科学みたいな面もあるし、あとは解析する、実験して結果を得て解析していくっていう面もある。そういう記載生物学で記載するだけじゃない実験とか応用の科学もあるんだよって意味でね、生物科学なんて あえて言ったりもしますけど、でも高校生別にこれあんまり厳密に使い分けてるような大学はありませんから、ね、イコールでいいです、高校生の皆さんはね。で、もっともっと広い世界に目を向けると生態学、ね、生態学っていうのは生き物の生活を、研究したりとか、生き物の、ね、暮らしているこの環境をね、生物がいたり生物じゃないものがあったり、ね、そういった環境を研究する生態学が広がっていくわけですよね。地球とか社会につながっていくような学問ですね、生態学。なんていうか生態学って聞くと、僕の個人的な印象では、あ、生物集団を研究してるのかなっていうような印象があります。集団を扱う、あんまりこうみたいに、一つの細胞の一個の分子ってんじゃなくて、その生物の群衆、集団を扱うようなイメージがね、私個人的には、あります。もちろんそればっかりじゃないですけど、あります。だって それはそうで、いや僕は一匹狼だよって言うかもしれないけど、でも一匹狼って言ったって、だって他の生き物食べてるでしょ、関わり合ってるじゃん、一匹狼だってね。一匹狼さんの腸内細菌むちゃくちゃいるよ、ね、常在菌いっぱいいるし、一匹狼さんも、CO2 を吐いて酸素を吸ってるわけでしょ。で、一匹狼さんも、代謝を行って熱エネルギーを周りに発して、ね、熱エネルギーをね、周りに、出して地球からその熱エネルギーが出ていくわけで、もう宇宙、地球、そして周りの環境とガチガチにもう組、ガチガチにもう、関係し合ってるんですね。たとえ一匹狼とあなたが名乗ってもね。まあこんな風にね、生活とか環境、もう生活って言ったらね、今言ったように、周囲のね、集団としての生物を捉えなきゃ、その生物の生活はね、捉えられないんで、っていうね、生態学、生活、生態学、生物の生活や環境を学ぶ生態学なんていう分野もあります。以上ね、こんな感じで、いろいろ生物学のね、話をしてみました。まあ、進路選択のね、何か参考にもならないか、こんな程度の話じゃね、まあ、参考にしてください。ね、ここに謎の生命現象があったらね、その生命現象の進化的な、ね、原因は何だろう、ね、どういう選択圧がかかって、その生命現象が起きたんだろう、ね、どんな風な分子が関わっているんだろう、それって何かの役に立たせることできないのかな、それって医療に使えないかな。そしてこの地球環境においてね、その生命現象はどんなふうな役割を演じているんだろう、そんなふうにね、さまざまな分野で生命現象を、ね、解明していくっていうのがこの生物学です。生物学なんてね、なんだ関係ないってね、思わないでくださいね。ここに書ききれないだけでね、なんだ生理学、解剖学、生態学だってね、動物生態学、森林生態学、植物生態学ね、なんだね、もう書ききれない、書ききれないぐらいあるわけですよね。発生学はこの辺かな、ね、発生学ってね、受精卵から赤ちゃんができるまでの間を研究する、どんな転写因子が働いてるのかなってね、どんなタンパク質が働いてるのかなって、あ、分子生物学っぽいなって思いきや、でもその発生学のね、基盤があったからこそ iPS 細胞が、発明されて、ね、iPS 細胞が、発明されて、ね、医学で今役に立っているわけですからね。もう本当にぐちゃぐちゃに本当はね、関わり合っていて、こんなね、ラインは本当は引いちゃいけないんだけども、まあ、ちょっとね、高校生のためにね、見やすくするためにちょっと、書いてみました。繰り返しますけどね、私の学んでるね、学問が入ってないじゃないかとかね、なんだ、いやいや、農学ってね、そんなね、そんな、あなたの言うような狭い世界じゃない、ね、こんなことも農学でやってるなんてことがあったらね、繰り返しますけどね、コメント欄に書いていただければね、それ高校生が見て、喜びますから、まあ、何かご指摘くださいね。以上ね、生物学を簡単に説明してみましたね、進路選択とっても大変だと思うけど、大切なのは
自分で悩むことと自分で調べること、いいかな、自分で、ね、あなたが悩むこと、ね、あなたが、自分の手で、ね、いろいろ調べることが大事ですからね、ぜひね、なかなかね、オープンキャンパスなかなか行けないね、苦しい状況だと思いますけどもね、何かもね、進路選択に、役立てていただければと思います。以上です。